7月12日に亡くなったタレントのライアチャル、リューチエル、去年27、3。保護、ライアチャルさんと元妻ピーコーへの親友として知られるタレントのペエ、31の SNS 更新が途絶えていることから、ファンからは心配の声が相次いでいる。 三人はこれまで互いの SNS にたびたび登場してきたほか、ダイアチャルさんとピーコーへの一人息子リンク君も含めて、プライベートでも家族ぐるみの交流を続けてきた。6年間の結婚生活を経て2022年8月に二人が離婚を発表した際には、これからもこの家族の愛を近くで感じたい何かあったらすぐ駆けつけたい支えたい。 自分が信じたい景色を信じればいい幸せが何かなんて考えなくていい考え出したら生きるのが苦しくなるだけとインスタグラムを通じて新しい家族の形に理解を示していたペエリューチエルもペコモリンクもアリソンもこれを最後まで読んでくれたあなたもみんな美しくて強いの大丈夫ゆっくり歩いていこうと深い愛情が伺える言葉を投げかけていた近く 画像、ライアチャルをソングファミリーとランダンするペへ、スホーの3日前にアップされた、何でも話せるずっともだから笑い合える、というタイトルの YouTube 動画では、ピーコーと共演。たこ焼きをつつきながら、リラックスした様子で仲睦まじいトークを繰り広げていたが、12日以降は予告していた動画更新もストップ。Twitter、インスタグラムもすべて沈黙が続いている。 インスタグラムは7月7日の投稿が最後。コメント欄には、ぺーちゃんは絶対生きて。お願い、ぺーちゃん大好きだよ。勝手に心配しています。ぺーちゃん、今は息を吸って吐くだけでいいから、どうか無事出てほしい。たくさん周りの人に頼ってね。本当に本当に気持ちの整理がつかないと思う。こんな言葉しかかけられなくてごめんね。 ぺーちゃんとリューチエルの関係性が本当に好きでした。昨日からずっと二人の YouTube 見てるよ。ぺーちゃん悲しい、ね。だけど、ぺこちゃんリンクを守ってほしい、ぺーちゃん。一人じゃないから、といった切実なメッセージが殺到する事態となっている。一方、元妻のピーコーを皆様にたくさんのご心配をおかけしております。 と13日深夜にインスタグラムを更新し、このようなことを皆様にお伝えしなければいけないこと、未だに信じられません。息子に、息子が大好きなダダのことを伝えるのは、今日まで生きてきた中で一番辛い瞬間でした。と、心境をとろ。この先一生かけても足りないくらいのたくさんの愛をもらいました。 思い悩み苦しんでいた時も、息子のこれからをいつだって考えてくれたこと。私は今も、そして息子が大きくなった時も、胸を張って、あなたを一番愛している最高のダダだよ、と息子に伝え続けます。とライアチャルさんに対する思いを綴った。また、不法の前日、リンク君の5歳の誕生日にはライアチャルさんも含めた家族3名でグアムにいたことも明かし、 この虹も、三人で見れた虹です。と、美しい虹の写真をアップ。四角、画像、三人で見れた虹です。思い出写真と共にライアチャルさんに対する思いを綴ったピーコー、お誕生日当日の朝、一緒に息子をスクールへ送り、日本に帰ってくる時空港にお迎えに行くからね。と、まさか本当の別れになるとは思えない。いつも通りの、 とっても、フランクな言ってらっしゃいでした。息子を送った後は、久しぶりに二人でご飯を食べ、いろいろ報告し合ったり、涙が出るほどお腹を抱えて笑い、気をつけて帰ってねからと。そして、7月12日に連絡を受け、全く現実とは思えませんでした。と、最後の会話を振り返ったほか、周囲の気遣いに感謝を述べた上で、 親族や友人への取材や、憶測などでの記事掲載も、どうか控えていただきますようよろしくお願いいたします。息子のことも、たくさん心配していただいて。私は、リューチエルが出会わせてくれた私たちのかけがえのない息子を、必ず守ります。と、非常に自らの思いを伝えた。近く、画像、リューチエルとペコの存在があってこそ。ペエライアチャルさん笑顔の2ショットその後、 ピーコーはインスタグラムの最新投稿のコメント欄を閉鎖。それぞれの沈黙に深い悲しみが滲んでいる。